安岡良介は、江戸時代後期の土佐藩合子、春章大使、明治時代前期の官僚、白川県令、熊本県令である。母親戦争の際、近藤勇を捕獲し残首した功がある。大東亜戦争の際、終戦象直の起礎文を参集した、陽明学者、安岡正厚の曽祖父にあたる。殺土倒幕の密約記念碑密約が締結される前、段階として、 京都、金安楼で、会見が持たれたことを記念する石碑京都市東山区、文政8年4月、土佐藩中村の豪子、安岡心郎の長子として誕生。悠進で文部の際があり、土佐藩氏、外池部在門に従って、日置流の休日を、西川楠谷に馬術と闘争の術等を習い、肘方賢吉に法学を学んだ。文学は初はめ同教。 遠近革命に学び、強し年になると、筑前、亀井哲太氏の門に入る。感覚に長時、私文を良くすることをもって聞こえた。文久、源氏の頃、樋口新吉に従って、畑金納刀を組織して国事に奔走。慶応三年京都の小松大統帝において、薩摩の西郷隆盛と土佐の犬井大介の間で、交わされた、薩土倒幕の密約の締結にも参画した。 母親戦争には、早小大半隊長として出征し、抜擢されて、小障閣に進む。召喚殺となった。また、土佐藩士、谷田敵らと共に、近藤勇の処刑に当たった。新政府に仕え、明治2年壇上小中、壇上大中、明治3年衆議院法願、明治4年民部省進む。8月以降、高崎県第三次、群馬県県三次。 群馬県三次、渡来県三次を歴任。明治6年、白川県軍令に就任して、熊本に着任。明治8年には、白川県令、明治9年熊本県令になる。この時、大田黒友の慶親党の人々の人心調和に、勤め、佐賀の乱に際しては、熊本氏族の動揺を沈めるなど吉政を施したが、明治9年10月24日人風連が挙兵。 自宅で、三時、ケーブラ4人と対策会議中に、神風連、吉村吉定らの襲撃にあって、重傷を負った。この時は、裏の畑に隠れて助かったが、3日後に、神大病院で死去した。安岡かけ歴代。ありがとうございます。